でご覧いただきますと、西部という、グレーのところが異常に多いんですが、でその中でも特に米子市、が際立っています。ほとんど米子問題のようになってきているところであります。米子エリアでの感染拡大防止策をめぐり、おととい平井知事が米子市長の対応を痛烈に批判した問題。市長にも強い対策を求めているんでありますけれども、市長の方は学校における強い対策、私どもの方で申し上げるんですが、なかなか聞き入れてもらえない。でそれで地元の飲食店街の支援のことばっかり言ってくると、非常に難儀をしております。こうした中、米子市で今日分散登校が始まりましたが、市の教育長は知事に言われて始めたことではないと強調しました。我々は次の、感染対策をどう取ろうかということで、土曜日、そして日曜日と協議をしておりました。この分散登校で行こうと、教育委員会で決めて、そして、市長を含めた幹部の了解も得る、そういった、結論が出た後、我々ここから自宅に向かおうとしたときに、そういったご発言があったというようなことを聞いて、直接こうどこかからそういった声を私はいただいたというふうなことはなかった。低学年児童など保護者の預かりニーズも踏まえて、知事の発言の前に分散登校は決まっていたということです。米子市は引き続き県との連絡を密にしながら、息の合った対応をしたいとしています。